エルコロのダイエット企画。まずは2021年11月22日から11月28日までの体重の記録をご覧ください。64.15、64.50、64.35、64.05、63.35、62.70、62.25。はい、ということで今週の結果はマイナス 1.6kg でした。トータルでマイナス 13.45kg です。やりましたね。久しぶりに1週間で1キロマイナスになりましたが、これはですね、先週お話ししていましたこちらのマナ酵素の3日間ファスティングのおかげです。今継続中なんですけれども、毎日の食生活 Vlog っていうのをこのチャンネルで上げてるので、そちらで毎日の過ごし方なんかをですね上げてるのと、全部終わったら1本の3日間ファスティングのまとめの動画として上げる予定なので、もしよかったら見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そうなんですよ。もうこれがですね本当に効果的でした。私には割と合ってて、断食中も苦痛というかですね、空腹で苦しいとか、わあ忍耐みたいなのは全然なくってですね、なんかあれが食べたいこれは食べたいっていうのを考えちゃうんですけれども、意外とですね思ったよりも大変じゃなく今過ごしている途中です。効果もすごいですよ。宿便が出た、髪の毛がなんとなくツヤが出た、頭のむくみが取れた、まあ指とかもなんですけど、なんかもういろんな体にいいことがいっぱいありました。はい、もうこれ全部終わってからですね、改めて感想なんかもお話ししたいと思うので、今回の減量の原因はこちらのマナ酵素ということになります。あと運動はこの断食中はあんまり激しくできないので、ちょっとウォーキングしたりとか、ちょっとヨガしたりとかっていう程度に抑えているところです。これですね。ただ何が心配かってリバウンドが一番心配なので、断食が終わって回復食っていうのを食べるんですけれども、その後もですね少し菜食、野菜を多く食べるような生活続けないと思いっきりリバウンドしちゃいそうなので気をつけたいと思います。なのでですね、今週はこんな感じで過ごして、来週またもっとですね痩せてるような報告をしたいとこなんですけど、多分断食明けてちょっと戻るんですって、体重が。なのでちょっとは戻っちゃうかもしれないんですけれども、できるだけですねこのままこのままですねキープしていきたいなって思ってます。はい、そんな感じで今日はこれくらいにしておきたいと思います。こちらの報告動画はまた来週の水曜日、あとは毎日の食生活 Vlog やまとめの動画、他にもいろいろ上げてるので見ていただけると嬉しいです。はい、ではこんな感じで今日はこれくらいにしておきたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。最後まで見ていただきありがとうございました。もしこの動画を見ていいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。